大和オークシティは神奈川県大和市に所在するショッピングセンター。伊東洋華道大和鶴間店と4モール大和で構成される。両店舗は道路を挟んで立地し連絡通路で結ばれ、南の4モール大和側には大和市役所が所在し連絡通路で結ばれている。2001年11月28日、いすず自動車の 関連企業であるいすず社体ヤマト工場の跡地に開業した。施設の保守管理は、いすず自動車市会社が行っている。最寄り駅は、小田急江ノ島線、鶴間駅。イオンモールヤマトは、2007年9月22日に、施設名称を、イオン内はショッピングセンターから現名称に変更。その後、2011年5月28日に、同じヤマト市内に、現。 イオン内はショッピングセンターが開業した。なお、同じく、神奈川県内で、伊東洋華道とイオンの店舗が隣接して、同時開店した例としては他に、JR 横浜線古淵駅前の、伊東洋華道古淵店とイオン相模原、ショッピングセンターがある。当店舗がオープンした後、大和市内にあった、伊東洋華道中央林間店と大和店の二つの店舗が閉鎖され一本化された。 一階食品、飲食と生活のフロア二階、ファッションのフロア三階、子供、肌着と暮らしのフロアイオンモール大和は、イオンモール株式会社ウニエのショッピングセンター、日本リテールファンド投資法人が所有。イオン株式会社、イオンモール株式会社にとって、大規模小売店舗立地法方式後初の開業店舗である。2007年9月22日に施設名称が、 イオン内和ショッピングセンターからイオンモールヤマトに変更された。現在のイオン内和ショッピングセンターは2011年5月28日にオープンしたイオンヤマト店を各店舗とした商業施設を指す。各店舗はイオンヤマト鶴間店で他に約80の専門店テナントを有する。出店テナント全店の一覧、詳細は公式サイト。 ショップガイドを営業時間は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。1階2階3階4階2003年11月5日の早朝、山都市役所北川会議室胸側にある1階の生ゴミ処理施設が爆発し、消防隊員1人が重傷、10人が軽傷を負う事故が発生した。その後に生ゴミ処理施設は撤去され、 ゴミの分別収集は厳しく行われている。大和オークシティへのアクセス道路として、東名高速道路、国道246号と大仙厚二街道、国道467号、国道16号などがある。近隣都市からも含めて、自家用車で来店する客により、交通量が増加して渋滞が発生し、平日でも、周辺道路の通り抜けに時間を要する曜日や、時間帯がある。 休日は周辺道路で渋滞が発生し路線バスが遅延するイオンモール台湾に関するカテゴリーありがとうございます。